ポスト米英時代、北海道青森震度2、ロシアロケット爆発、米国山火事、米英仏イバビロンの仕業である、米ロ防災協調が不満なのである。投稿者ポスト米英時代日時2013年7月02日23時間45分16秒、北海道青森震度2、ロシアロケット爆発、米国山火事、米英仏イバビロンの仕業である、米ロ防災協調が不満なのである。クソジジイのやることが、女子高生のやきもちのようになってきたな、本当にアホな連中である。もうプラズマ兵器もバレバレで、ダミー臭い南極の、ハープのデータを公表する余裕もなくなり、閉鎖である。日本も、散々クソジジイにロケット打ち上げを妨害されたな、ロシア超ムカつくみたいなやり方はバレバレで、アホそのものである。米国の山火事も、良識派なイーブリックス縄についた腹いせということだな、わかりやすい連中である。連中は、我々の先祖から奪った財産をあちこちに隠すのに必死だな、自分で世界中を覗きまくって、秘めたる母なおと外したのだから、連中が盗んだものを隠す場所がなくなるのも当然で、自業自得である。アホである。ポスト米英時代、千葉にクジラ200頭を打ち上げ、米英仏イバビロンが海底核爆発で大津波を準備、日中ロ三国は、波頭にミサイルを打ち込む準備が必要である。投稿者ポスト米英時代日時2013年7月03日13時間44分59秒、千葉にクジラ200頭を打ち上げ、米英仏イバビロンが海底核爆発で大津波を準備、日中ロ三国は、波頭にミサイルを打ち込む準備が必要である。311は、クソジジイが地下核爆発とプラズマ兵器で人工地震を起こし、海底核爆発で人工津波を起こしたものである。そして314は、偽キムチ小泉時代に安全管理をすることになった、偽イスラエルの会社が、ウイルスによるコンピューター誤作動と、小型爆弾を使い、適度な放射能垂れ流しを、今日まで続けているということである。その狙いは、古代イスラエルの貴族の流れを組む日本人、超ムカつくという逆ギレと、もっと金よこせという脅しである。そしてまた参院選を控え、衆院選は不正選挙だったのではないか。だから安倍の地元、下関や、小泉の地元、横須賀で自公候補が惨敗するのではないか。武蔵のバックのゴールドマンサックスが、ずっと戦艦を買収してきたのではないかという空気が蔓延してきたために、自然災害さんで乗り切ろうと考えたわけである。自然の大津波を回避するのは、当然ながら無理であるが、人工爆発による大津波もどきを封じるのは簡単である。まずはプーチンあたりに、米原戦に向かってもしもし全部バレバレですよと警告してもらい、未然に阻止することである。それでもクソジジイが警告を無視する場合は、ドリフの大道具のように、ベニヤ板状に吹き上がった波頭にミサイルを打ち込めば、チーズタラを引き裂く時のように波が割れて、四方に分散し、サーファーが喜ぶ程度の波になるから、関東が水没や水浸しということもなくなり、臨海部の超高層に住むバカも、一安心というわけである。それにあたり自衛隊は、911の時に白色偽ユダヤのチェーニーが、スクランブルを阻止したように、ホモブサイクナオの石場あたりが妨害しそうだから、中路にあらかじめ、出前予約をしておくことである。それと、未だに日経を読んでいるバカにお願いして、不自然に売買されている銘柄を割り出して、そこにブリックス銀行が逆の売買をして、全部わかってるよと、警告するのも一興である。ポスト米英時代、エジプトデモはカタール・アルジャジーラの正体を暴いたのである。カタール・アルジャジーラはチョムスキーと同じで、正義を語り911自作自演の隠蔽役をしたのである。投稿者ポスト米英時代日時2013年7月03日17時間4分9秒、エジプトデモはカタール・アルジャジーラの正体を暴いたのである。カタール・アルジャジーラはチョムスキーと同じで、正義を語り911自作自演の隠蔽役をしたのである。当時は独占生中継みたいな感じで、アフガン・イラク政権潜入取材や、リンさん秘話みたいのを面白く見ていたな、ジャニーズのガチンコファイトクラブと同じで、すべて茶番だったわけである。多くの人が僕宅のようなイメージで、ブッシュアメリカの妨害に負けるなとか思っていて、バグダッドホテルで記者が巡視した時は、カップヌードルついでに3分間の黙祷を捧げたものだが、すべて茶番だったわけで、その場でお遊び気分がバレた日本女性記者が、シリア高で殺害されたという話も怪しいもので、ヒトラーや56のように、お役御免の俳優が死亡したことになって、南米の温泉でのんびり過ごすパターンのような気がするが、それは脇に置き、クソジジイはいつも両立てで、善玉を演じる連中にも小細工をするわけだな。最近はその連中の不自然な演技が鼻につき、悪玉役も善玉役も、大根すぎて鬱陶しいのである。アルジャジーラは、今回民意のないエジプト政権側についたことで、やっぱりブッシュのカウンターパートを演じていただけの、アホメディアだったのが、今更ながらバレたわけである。クソジジイからすれば911は、遠い昔のことで、もうほとぼりが冷めた頃だから、赤組を演じていたものに白組を演じさせてもいいだろうと考えているのだろうが、拉致詐欺もそうだな、あれだけテレビジャックしていたアルジャジーラは、今でもアンチ米国だったことを誰でも覚えているのであり、傀儡政権支持は違うんじゃねと、誰でも思うはずである。チョムスキーは、偽善が早々にバレて、その後わけのわからないキャラを経て、最近はまともなことを言う場合もあるようだが、アルジャジーラもこれからしばらくは、お笑いキャラの期間が長く続き、カタール自体も、志村の変なおじさん的国家と見られ続けるわけだな、自業自得というものである。恐怖の目玉ピラミッドは、今や吉本興業インターナショナル本社ビルというか、ウバスケインターナショナルというか、バカを詰め合わせた福袋みたいな存在で、そのウバスケでジジイというレッテルを貼られて、もはや機能不全といったところである。